っていきまーす。意外とうまそうでしょ。これはでかいわし、うん、てか、うん、この村マジおもれんな。だってこっちの家置けかなって他人の家開けて入っていったぞ。やばいだろ。あ、なんか次のカメラお前誰これ。はじめまして。はじめまして。およしひろと申します。はじめまして。どうもどうも。あ、ほんですか。お店やってるんですか。お店おしゃれにしたくないですか。で、ケンキさんちょっと、うちの一押しのスキンちょっと今渡してもらっていいですか。オッケーです。え、ちなみに、ちひろさんのお家はこちら。こちらですか。こちら、こちらですか。こっち、あ、この家だったら、多分ね、これが一番多かった。これ今在庫1個しかないんですけど、試しにちょっと、これね、今、うちでもう入荷1個しかなくて、もう皆さん入荷待ちされてる商品なんですけど。やってただろ。捨てますかね。お前やってただろ、ケンキ。その道5年じゃねえかよ。これで、一応ですね、僕たち今スクラップじゃなくて、実はパイプをいただくっていう、ちょっと変わった商売してまして、在庫だったりってどんぐらいありますかね、パイプって。そうですね、パイプがいくつぐらい持ってるかなっていうところなんですけど。っていうところなんですけど。なんともわかんないけど、まあ、足りなかったら集めてくる。あ、本当に、そんなに、心が痛い、心が痛い。パイプ、なんか押し売りしてくるっていう。押し売りはしてない。押し売りはしてないよね。いや人撃悪い。欲しいって言ってる。欲しいって言ってる。あげてるだけなんで僕は。じゃあパイプ。ボスターさんいるじゃん。パイプが来てる。これはやばい。これはやばい。こいつはやばい。さっきスタッフさん僕見た瞬間やべえって言いましたよね。いや僕見た瞬間やべえって言いましたよね。なんでですかあれちーちゃんちーちゃんなんかおかしいなと思ったらすぐ言って僕に守るからね。大丈夫。もうケンキさんとスタッフさん僕信じてるから。はい、すいません代表。もう全然僕らもみんなに幸せにしてほしい。はい、いや皆さんエンジョイラストしてますね。もう全然いいですからね。スタッフさんエンジョイラスト、エンジョイラスト。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 聞いてで、これなんだけど、金属パイプ普段100でお願いしてるんだけど、今回特別に60とかでどうかなって。まあ60マジで特別です。60マジで特別です。60、うん。あれそれ電話なんですか。それ電話何してるんですか。それ電話何してるんですか。ちょっと電話話してください。ちょっと電話話してください。それやめてください。60だって良心的な金額なんですよね。良心的、それはもちろんそれはもちろん。ご近所さんパワーが強いな、やっぱこっちは。まあちょっと時間も結構食っちゃってて、本当はこれ60の値段なんですけど、うん、特別にプレゼントというか、追加の品、ケンキさんあれ出してもらっていいですか。1点残ってますよね、あれ。あれ1個だけだよね、残ってんの。追加でね、これ人間1人と、あんのこれ。あんのこれはね、一応ね、これ2019年バカ売れしたやつ。2019年に一丁売れた。そう、もう今売ってんのかな。2019年のラストで一番売れましたってやつ。今120。それ電話やめてもらって。電話やめてもらっていいですか。あ、もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。はい、はい、どうしました。これスクラップもらった。あれとセットで、あーなるほど、これ2019年バカ売れしたやつですね。あー、よく知ってますね。あ、そうなんですよ、レオンさん。なるほど。ちーちゃん、この人たち摘発します。ちょっと、あらららこんなに純粋な女の子
やめてください、やめてください。あなたたちは自分たちがレイドで楽しみたいからと騙して、こんな飾りと長身で120パンプスクラップも、ほー、あなたたちはよくできてるなぁ。わかりました、わかりました。じゃあ女の子をこう泣かすようなことはさせないんで、僕が買いますよ、じゃあ。本当ですか？じゃあちょっと3つで、3つで買います、買います、買います。かけ、かけ、なるほど、なるほど、なるほど、違う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 、うちのスタッフがすいません、うちのスタッフがすいません、いや、やりすぎました、やりすぎました。あ、なるほど、なるほど、よかった。いや、それではありがとうございます。はい、後ほどです。そうですよね、けどこれ1000スクラップぐらい価値あると思うんです。あー、ついこれ、あ、じいちゃん、じゃあ僕いつも見てます。あ、ありがとうございます。はい、見てます、僕も。あ、ありがとうございます。ワンダさん、俺たちの、マジで書いてくれるんですか？その、マジで書いてくれるなら、僕たちマジの切り札持ってまして、クロナナさん、はい、これちょっと見てほしいんですけど、僕のイラストは、はい、はいはい、1500。あ、マンダ先生、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マイキン、マイキン持ってきましたよ、マイキン。決めてやりそう。おい、やめろ、おい、ちょちょちょ、やめろ、100頭。あ、なんすか、仕事早いって。ちょっとここ上照らしてもらっていいですか？はいはいはい、500スクラップでこれ剥がしてお渡しします。いや、今ちょっとなくて。ああ、今ちょっと飾っとくか、飾っとこう、これやっぱり。いやいや、今あんま良くないですね、それ。ちょっと話しちゃう、剥がしてもらわないと。ちょっとちょっとこの写真ちょっと一応確認したいんですけど、剣にもと確認しても大丈夫ですか？またまたまた、それやったら負ける、それやったら負ける。さすがにプロの漫画家さんが剣を無視して自分たちの疲れた。どうやって剥がすんだっけ。お邪魔しました、お邪魔しました。これ手が、線がいったけど。お邪魔しました。俺で大丈夫だ。まだ俺たちはいけるな。あれ大丈夫かな、あれ大丈夫かな。全然いける、全然いける。あ、ドラゴンボールが来た。誰がいるこれ。どうもどうも。どうもどうも。やばいやばい。おい、どうした。おい、どうした。なんだ、貴様ら。なお名乗れ。私たちですね、PVP エリアからやってまいりました、ケンキとスタンプって言うんですけども。はい、スタンプ行っています。 PVP エリアで手に入るすごいレアなアイテムの訪問販売させていただいてるんですけれども、 PVP エリアの限定のアイテムあるんで、今からスタッフのケンキがちょっと実演販売させてもらいますので、ちょっと気に入ったアイテムあったらちょっと、はい、いいだろう、見せてみろ。おぉ、すげぇ。やっぱり世界観としてはこういった商品すごく合うのかなと思ってるんですけど、こちら中国の灯籠と申しまして、灯籠非常にね、ドラゴンボールの世界観とも合うかなと思うんですけれども、つけたらなんか請求されたりしないよな。いやいや、請求って言うとなんかちょっと聞こえ悪いんですけど、やっぱり販売してますので、こっちは信用しますよ、いいですか、信用しますよ。あ、ダメダメ、いいです。もちろんもちろんもちろん。ダメです。いただくのはもちろん。はい。信頼というのは気づくのは難しいが、壊れるのはあっという間だぞ。いいのか。そうだぞ。わかりました。つけてみろ。はい。つけるこれつかねえぞ。家の中がつくんじゃないですか。不良品じゃねえか。家の中が。家の中が。家の中らしい、中。中らしい、ベジだ。ベジは中だ。家の中だ。中か。家の中に出せ。中につけるやつ。いや。ちゃんとディプロイをオンドアって出てるけど、やっぱ詐欺の商品でしょ。じゃあ、俺に渡せ、ベジータ。俺に渡せ。こういうことだ。カオスすぎだ。カオスすぎだ。ああ、これだ、これなんですけど。こういうこと。これめちゃくちゃドラゴンボールじゃないですか、これ。で、これが一体何なんだ？こちらの、はい、こちらお値段なんですけれども、こちらだとスクラップでブツブツ交換されてるんですか、思うんですけど、 PVP エリアですね、実はです、金属パイプの取引材料としてまして、はい、でこちらなんと金属パイプ、今ですと1つなんと破格50で販売させていただきます。これ普段100で言ってるんですけど、いや、金属パイプないんですよね、実は。
継続パックない。ただその代わりと言っちゃなんですけど、ドラゴンボールキャラクターのボイスを今録音するんで、それをこう。おい、セル騙されてるぞ。例えばじゃあ、パイプは来たのがあるぜ。あ、パイプありますか？セルに言ってほしいこと言って。パイプありますか？あれだ、あれ。だから、こう、絶対にセルが言わないことを言わせることができるからだ。お前らの方で俺にセリフを教えてもらえれば、それは言う。いや、パイプをくださいよ。いや、パイプ。なんでそんな。いや、パイプはないんだって。パイプあるって言ってたよ。俺たちはパイプカットするからないんだ。ちょっと一本もないんだ。話通じない。パイプカットするんだって俺たちは。話通じないよ、この人。人造人間に話が通じると思ったのか。甘いんだよ。そんなこと言ってないぞ。なんか俺があるとか言ったそういうデータあるんですか？ないよな。それってあなたの感想ですよね。ドラゴンボール界のベジウキに何してくれてるんだ。なんかウッソつくのやめてもらっていいですか？結局話が全然見えないんだけど何なんだ。ボイスで、じゃあボイスでいいじゃないですか。ボイスで、ボイスで。なんでこんな話が通じないの？なんなのこれ？超人と、いいじゃないですか。超人とボイスを交換。ちげーよ。録音してやるからちょっと待ってろ。おい。待ってろ。セルがすげーボイスを作ってる。この灯籠マジで。これ取るにはどうしたらいいの？これしかもね、撤去したいのかこれ。ハンマーで撤去できますよ。あ、ハンマーで叩けばいいんだな。知ってるぜ、そのぐらい。嘘つくな、嘘つくなよ。若元さんの声やってるのはどちらですか？ハンマーカンマーな。若元さんはあっちだ。でもなんか俺でも、まあ劣化版ならできるぜ。若元ジェネリックぐらいならできるぞ。どうも、ティーバックだ。うわー、すげー、すげー、うわー、すげー、すごい。スコフィールド、何取ってきてくれたの？ティーバック音声。じゃあ今から聞かせてやるぞ。さあ、そこと聞いてなくなれ。ガメハメハ。完璧だ、セル。完璧だ。本当であれば灯籠60個分ぐらいだな。意外と普通のやつだ。違うんだ、俺たち大問題になってるんだよ。何が何が？セルとベジータの戦いを、戦いボイスを売ったんだよ、夜の戦いボイスを。そしたらちょっと VTuber さんが再生しちゃってな。ちょっと問題になった。いや、俺たち問題ないんで、俺たち問題ないで、ちょっと俺たち問題ないです、そういうのないです。貴様らの前だったら大丈夫か？全然問題ないです、俺たち。よーし、分かった。じゃあ披露してやるか。じゃあ貴様から始めてもらっていいぜ。行くぞ。カカロットいけんの？心して聞いておけよ。ベジータ、どうだ今度の俺の一発は。こいつは効くだろ。なんだこれ。俺はあっちも完全体なんだ。俺が独り占め、これが完全体。俺もスーパーベジータ。孫悟空見てみろ。見てみろ孫悟空。ほらもう当ててくれ。受け止めてみろ。ちょっと、カメハメハーだ。ちょっと待って、痛い。これが真のベジータ。こんな売るなバカ。こんな売るの。いやでもあれだぞ、決定的なことは何も言ってないし、ただの戦いだぞ。間違いない。なんかやらしい部分あったのか。間違いない。それは間違い、それは間違いない。そうだね、俺たちが脳内で保管しただけだね。そうだね。ありがとうございます。ちょっとじゃあまた来ていいですか。ちょっともう本当大好きな方で。まあとりあえずパイプは今ないってことですよね、今ね。パイプはないし、今あったこともこれで言うんじゃねえぞ。ボイスがもんだから。わかりました。シーズン3呼ばれないかもしんないからな。そうだから、今のうちできることだけやっていこうっていうスタンスなの。持ってこい、もう一番披露するんだったら持ってこい。なんもないんで俺たちは。じゃあ PVP エリアにこれやりに行ってもいいな、セル。いや、それ PVP エリアやめとけ。やめとけ。
うちにはちょっと来ないでくれ。スピーカーで流しながらやってるの。やめとけやめとけ。残しそうとしすぎ。爪痕を。爪、また俺たちが来るから。俺たちが来るから。VTuber がいるんだ。うちに。俺たちが来たらまずい。まずいだろ。わかるだろ、それぐらい。いや、俺たちは、あれだぞ。AVTuber だぞ。ダメダメだ。ダメダメだ。帰ろ。元気者帰ろ。元気者帰ろ、帰ろ、帰ろ。もう帰るぞ。失礼しました。やべえ。ではまたゲームでお送りしましょうよ。さらばだ。お前サタンいじめるな。ご褒美時間です。よろしくお願いします。完成だと。決めるなよ。早く飛んでくださいよ。ネタが消えちゃう。さよなら。チャコにしちゃうぞ。俺マジで、俺マジでインターネット始めて一応笑った。マジで笑ってクソ。マジでおもろかった。ここのどっからどれだどれだ、あれじゃない、あれか、違う、これじゃない、ちょっと長い、めっちゃ どこだ、あれじゃない、あれだ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 。これえーい、いますか、いた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 、ちょっと待って、俺これここ来るのちょっとカロリーが足んねえかもしんねえ。俺どこ出てるかな、寝てるくせえな、多分いないっぽいね。今寝てたりしないな、ログアウト、これ一回打ってみて、これ何を打とうとしてるんだ。いや打とうとしてるじゃなくて、こういうの興味ない、どうした、家の前が若干寂しいなと思ってこれ設置しちゃあかんと思うんだけど、そうプールっていうのをまた、そうプール好きかなと思って、家目立ってなんかいいことあるのか教えてくれ。いや明らかにさっきプレゼンしてたでしょ。いやあなたの相方欲しがると思うよ。家目立ってほしいと思うよ。でこれを渡すから何なんだ。えなんかその取ったパイプとかを溜め込んで後で取りに来たら欲しいなっていう。あじゃあこれを今もらっておいて教える。また来たのかこいつら。なんだ。プールを渡すからパイプ溜め込んどけたって。なんかボイス売りたいっていうことで家が目立つと絶対その人寄ってくるんですよ。俺たちのサイヤオンデマンドはネット通販が9割だぜ。ここまで来て買うやつはほとんどいないんだ。あそうなんだ。そうだそう、セーフゾーンからドローンで買いに来るからほとんどの人。あそうなんだ、すいません失礼しました。なるほど、まあ、オンラインなんだ。パイプがあったら溜め込んどけばいいんだな。まあでもさあパイプがあったらなんかそっちが欲しいものあったら、まあ、プールは気になるな。プール気になりますか。あっちの方に実はドラゴンボール記念館っていう施設を作る予定で、そのプールをつけようかなと思ってるんですけど。はい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 、はい、ちょっと来てくださってました。はい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 、ドラゴンボール記念館に来た子供たちがこの2階のプールで遊べる。いや絶対喜ぶな、絶対喜ぶな。セール違うぞ、セール違う、ダメだ言っちゃダメだ、ドラゴソボール記念館だぞここは。あドラゴソボール。あーそうか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 、あれこれなかなか設置がむずいな、設置がむずいな。あじゃあここら辺に置いとくか。じゃああれ置けない。えなんでだろう。おいこれもしかしてまた詐欺。いやまたっていうか、またっていうか詐欺、一回も詐欺してないよ。地面じゃダメなのかな、どうなんだろう。地面置ける場所あると思うけど、おい商品説明もできないのか。どこなら置けるんだ。おいおいキャンププレイスノットイナフステフ、イナフだろもうこれ絶対に。土台の上です、土台の上。はい、土台をちょっとだから下に適当に敷いてもらって、よーし、わかった。どうなんだ、PVP はどんな感じなんだ。PVP はやっぱりちょっと殺伐としてきて、まあこの今パイプ集めてるっていうのをちょっと他の勢力に喧嘩られて、まあこっちもこっちで必死でやってるんですよ。まだ機密情報なんだがな、うん、ドラゴソボール傭兵団っていうのができるんだよ。カッカロットも合流予定だから。カッカロット合流予定。勝った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 。いつでも呼んでくれよ。土台低すぎて置けないのかな。300スクラップでいつでも貸し出すから。なるほどね。決まりって安いな。よーし。これでいけるだろう、おそらく。いけいけ。あれ。いける？押してる。光しろ。もう飽きてるぞ俺たちに。
大丈夫大丈夫。丈夫プロ根性ありすぎ。そんな後でつけてるからじゃあ。あの後で先生から見に来てくれまた。そんなのまた見に来てくれ。ダメだよ。お笑いやってる人の精神だって。そら別に間が気まずいとかないから気にしないで気にしないで。多分これダメだぞ。早くしないと。いらない入りだって大丈夫だよ。あこれ設置できねえな。ダメだわ。後でにしよう。よし。じゃあまたセルゲームで会おう。オッケー。じゃあまたなんか。じゃあな。パイプ集めとけばいいんだな。はい、お願いします。パイプだけ。ありがとうございます。ありがとうございます。静けさに不安を感じるのはプロすぎるでしょ。